この矢は光明神アポローンの持つ矢であるという説があります。この矢で人間を射れば一瞬で苦痛なく死ねるとも、矢で疫病を蔓延させることができるともされています。またアポローンはこの矢で単眼の巨人キクロープスを撃ち殺したことがあるそうです。キクロープスは火事の名人で、雷撃の矢を作成し大神ゼウスに送ったことがあったのですが、結果的とはいえその雷撃の矢でアポローンの息子アスクレピオスが殺されたからとのこと。キクロープスにしてみれば迷惑な話ですね。別の説ではこの矢は英雄ヘイラクレスの使う毒矢であるとされています。神の人柱プロメーテウスが天界から火を盗んで人間に与えた罰を受けていました。岩場に鎖でつながれ、毎日ハゲワシに内臓を食い荒らされるという残酷な罰だったのですが、情報を求めてやってきたヘイラクレスが毒矢でそのハゲワシを撃ち殺したそうです。最後の説はこの矢は愛の神エロースが持つ愛が芽生える矢であるとするものです。エロースはいたずら好きで、男女がいるところにやってきては気まぐれにこの矢を射って愛を芽生えさせ、時にはとんでもないカップルを誕生させたこともあるらしいです。ローマ神話においてはいわゆるキューピッドになった話ですね。